こんにちは、キョウチャンネルです。今日は最強のフレームテックアウトドアレインパーカーをご紹介していきます。はい、ということでね、今回はこちらのですね、レインパーカーをご紹介していきたいと思います。こちらですね、ちょっと前のね、動画でフレームテックのアウトドアエプロンっていうのを紹介させていただいたんですけども、まあ、そちらの時にはね、僕が行ってる店舗の方には発売されてなくてですね、ちょっと手にすることができなかったんですけど、今ね、ちょうど店舗にも入ってきてまして、購入することができましたのでご紹介していきたいと思います。こちらね、本当に最強というのにふさわしくですね、まあ、フレームテックっていう防油加工という燃え広がりにくい加工と、あとですね、これレインパーカーというところなので、これ防水機能が備わったジャケットになるんですね。ですので、まあ、価格もそうなんですけど、かなりねコスパも抜群で、本当にアウトドアで使うのにも機能性満載になってますので、そちらをね順にご紹介していきたいと思いますので、ぜひね最後までご視聴していただけたらと思います。はい、ということでね、それではご紹介していきたいと思います。まあ、こういうねタグがついてまして、このフレームテックとこの防水が掛け合わさってできたよっていうようなアイテムになります。商品番号はこちらになりまして、価格は税込み3900円になります。これだけの機能が入って3900円はもうこれなかなかねワークマン以外ではできないような価格帯になっていると思います。で、まずねこちらのフレームテックなんですけども、大人気の売り切れがね続出していましたあのモンスターパーカーと同じ素材でして、でこちらのフレームテックっていう機能はですね、まあ、特殊な加工で融点を350度をクリアした防油加工が施されたアイテムになります。このね融点っていうのは固体の物質がですね熱をかけることで液体に転移する温度を表しているんですけれども、それがね350度をクリアしているっていうところなので、本当にね燃え広がりにくいという加工になります。耐熱性のある樹脂のね被膜を作ることによって、生地の融解を遅らせて火の粉等の飛び火から穴を開きにくくして、さらにねそれが広がりにくくしてくれる特性を持った素材になります。まあ、さらにねそういう加工がですね、まあ、洗濯をねしても防油加工が持続してくれるっていうような機能性があります。先ほどからね何回もお伝えしてるんですけども、こちら防水加工も搭載されているというところで、こちら耐水圧が1万ミリ、糖質度 2000g の機能が搭載されてるんですね。これ耐水圧1万ミリっていうと本当にね結構強めの雨でも大丈夫な機能性になりますので、本当にね十分レインパーカーとしても使えるような数字になるんですね。ですのでね、本当に天候が変わりやすい、まあ、アウトドアでねかなり活躍してくれるアイテムです。機能性としてはそれだけでも十分な機能になるんですけども、こちらのアイテムはですね、さらにやっぱりねこうアウトドアで使いやすいように様々なシーンで役立ってくれる多機能ポケット。でもですね、いつものワークマンだと結構、ね、表側にすごくポケットがついてたりとか、まあ、そういう見え方をするものが多くて、割とねこう見た目的にはシンプルなものっていうのが少なかったんですけど、こちらですね本当にポケットもですねそんなにこう目立たないように作られてるっていうところで、シンプルに着用することができます。まあ、これがねまたこのレインパーカーのすごくねいいところだと思うんですけども、そのポケットの方からご紹介していきたいと思います。まずはねこれもシンプルな作りになってるので、この左側のねここにファスナーがついてまして、こちらにですね、これシークレットポケットっていうポケットがついてます。まあ、通常ね、よくね、ついてるんですけど、これもやっぱ表側についてたりするので、今回はね、これがシークレットポケットで、本当に目立たなく作られてますので、まあ、こちらもね、シンプルなデザインにはまってくれるようなポケットになってます。まあ、ファスナーポケットになっているので、まあ、スマホであったり、貴重品っていうのを収納することができます。で、まあ、両サイドにね、もちろん、普通にこのポケットはついてるんですけども、こちらはですね、大型のフラップとミニフラップが搭載されているというところで、大型のフラップっていうのはですね、こちら、こういう風に、外側にね、飛び出したフラップがついてるんですね。で、こっちが、このフラップをですね、中に入れ込んだ仕様になります。で、まあ、これがね、特殊な加工というところなんですけども、通常だとやっぱこのフラップをね、出してると、
普段使う時には結構これをめくって使うっていうのは割と不便さがあるんですけども、こちらはですね、これ通常時はこういう風に入れておくと、このね小さいフラップが、ミニフラップが出てくるんですね。これによってね、普段ね使う時にもちょっと物が落ちにくいとかっていう機能になりますので、取り出しやすく、でさらに落ちにくい。でもね、やっぱ雨とか降った時にはちょっとこれぐらいだと心もとないところもあるので、これをね出してあげるとしっかりねポケットの中身を守ってくれます。でフラップの先にはねこのボタンもありますので、ここでね装着してあげるとさらにねこの雨よけっていうところの機能が高くなるというところで、まあこういうねこう場面に合わせてこう機能を変えれるっていうような性能がついてるんですね。でなおかつね、やっぱりそういう機能を普段は使わないようにこういうしまい込めたりするので、さらにこのシンプルに扱うことができます。ですので、ね、本当にね目的に応じてこう使い方を変えれるっていうところもすごく便利なところですよね。でさらにこちらはですね、ギミックポケットも搭載されてまして、こういう機能は割とワークマンにあるんですけど、このポケットの中身を出すとこういうね何かを引っ掛けるようなホルダーがついてるポケットがあります。まあこれもねやっぱりこう瞬間的に、特にアウトドアとかするときに、作業するときに何か引っ掛けたいなって思うものをここに引っ掛けたりとか、使うときに使って、あとはねやっぱりこれがずっとあるとやっぱ邪魔だと思うし、まあ見た目もねあんまり良くはないと思うんですよね。なので使わなくなったらこういう風に収納して、まあ、通常のポケットとしても使えるっていうところで、今回のこのレインパーカーはやっぱこう使う時に使って、使わない時にはシンプルなデザインに戻せるっていうのが本当にね僕はねこれかなりいいなと思ったポイントですね。ですので、ね、本当にこういう防油加工であったり、まあ、防水の加工があって、やっぱりねこうアウトドアベースの機能性がすごくありますので、普段使いっていうところは割とねやっぱりこう使いにくいっていうとか、そこまでの性能いらないっていうところもあると思うんですけど、どちらかというとね本当にこのシンプルなデザインにその機能性がついてるっていうようなイメージなので、やっぱりねこう普段使いもすごく使いやすいようなこうかっこいいデザインになってるんですよね。ですのでそれにプラスそういう機能性があるっていうところで、本当にタウンユースからアウトドアまで使いやすいジャケットになります。まあね、この防油加工を使わなくてもレインジャケットとしてもおしゃれに着れるような色とねデザインになってますので、こういったところもねすごくね重宝してくれるアイテムだと思います。でさらにねこちら、フードの部分にはですね、これはもうレインパーカーというところでの機能性になるんですけど、通常時はねこういう風に折りたためることができるんですけども、雨が降った時にはこの先端をねこう伸ばすことができるんですね。ですのでこの先が長くなることによって顔周りのね水を防いでくれるんですよね。通常ねやっぱりこう顔にね直接水が当たってしまうんですけど、こういう長さがあることによって当たった水が横にこう避けてくれるので、こういう機能もね本当に通常のレインパーカーとしてもかなり役立ってくれる性能なので、まあ、防油加工が必要ない方でも使えるような性能になっています。まあ、これもね先ほどと同じように使わないときはねこう折りたたんで通常のねフードのような形で使うことができるので、いる時にだけ出して使えるっていうのが本当に便利な機能になっています。まあ、ですのでね本当通勤通学の雨具として十分に使えることができると思いますので、こういうところもねすごく便利だなと思います。で素材の方はですね、表地の方がナイロン 100% で、裏地はポリエステル 100% になってます。これ裏地もですね、これポケットが中にもねありまして、まあ、こっちにもね内ポケットがあるのと、あとこういうムービングポケットっていうポケットになりますので、まあ、こちらなんかはねこう写真の映像ではペットボトルがねこう3本入るようなポケットになってますので、内側もねこの収納力抜群のポケットが搭載されてます。でカラーのバリエーションもですね、こちらがフレームカーキになるんですけども、フレームイエロー、フレームブラウン、フレームネイビーという4色展開になってます。ただね僕が行った店舗ではフレームイエローとこのフレームカーキしかありませんでしたので、ちょっとその辺はね入荷のタイミングがまた変わってくるのかなと思います。新作ね発表の時には一応ね全色ありましたので、またその時間を置いて入ってくるのかなと思います。ただねやっぱ僕はこのフレームカーキがねすごくかっこいいなと思って、いろんなねシーンでも活躍しやすく使えるのはこのフレームカーキかなりおすすめです。サイズの方がですね S から 3L の展開になってまして、割といつもね僕は LL サイズを着用してるんですけども、今回はね、まあ、L サイズでも良かったんですけど、やっぱねこれ春とか、まあ、秋とかに着るっていうところで、そこまで下にね何かこう着込んだりすることもないなっていうのを考えると、ジャストサイズ
まあ、少し大きいぐらいでもいいかなっていうところで、割とねゆとりがあるシルエットにはなってましたので、今回は M サイズを購入してます。 M サイズでもね少しゆとりがあるので、1枚2枚着るぐらいは全然問題なく着用できると思います。またねこちら着用動画の方でご覧いただけたらと思います。はい、こちら 173cm 67kg でフレームテックマウンテンレインサーバーの M サイズを着用してます。まあ、M サイズでねこれぐらいのサイズ感になります。割とねやっぱりこう大きめに作られてるので、全然ね M でも十分だと思います。で前をね止めるとこんな感じのシルエットになるので、L サイズだとねやっぱこの丈が結構長くなってしまってたので、まあ、全体のバランス的に僕は M サイズを選びました。腕のね長さなんかもこれぐらいの長さなので、まあこの辺もまあお好みで、もう少し長い方がいいなっていう方は L サイズでもいいと思います。まあ袖が長い分にはこちらベルクロがついてますので調整することは可能なので、長い分にはね全然問題なく使えるかなとは思います。ただこの丈の部分がね僕は割とこれぐらいの丈の方がいいなと思ったので、こちらを購入してます。本当に雨具としてね使うのにもかなり僕はおすすめですね。シルエットもかなりかっこいいですし、色とかねデザインもこれシンプルなので、ロゴとかも一切ないんですよね。で価格も税込み3900円なので、まあ、こういう機能性がね満載で、この価格は本当にコスパかなりいいと思います。はい、ということでねこちらでまたコーディネート組んでますので、そちらの方もご覧ください。はい、ということでね本当にこちらかなりおすすめの最強レインパーカーになります。本当にねアウトドアで使うのはもちろんなんですけども、通常のねタウンユース、まあ、通勤通学などでもね本当雨具としてもデザインがねすごくかっこいいので、かなりおすすめのアイテムになります。ですのでまたね気になった方はね、これもモンスターパーカーもねやっぱり大人気のアイテムでしたので、まあ、これがねまたどういう風に売れていくのかっていうのはまだわからないんですけど、やっぱモンスターパーカーをね分かってる人たちはかなりやっぱ注目してるアイテムだと思うので、ぜひね気になった方はまたこちらもお早めにチェックしていただけたらと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございます。コメント高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter、Instagram の方もやってますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。それではまた次の動画で会いましょう。